はい、皆さんこんばんは。池林秀子と池畑秀之です。今日ね、ご登場いただいてます、JMAN のですね、メイク検定の検定委員長の、福島さんにですね、今日はまず来ていただいて、でそこでですね、これからずっと番組をしていこうじゃないかということで、始まりました。JMAN の中、一応 JMAN の、一応内容としては、メイクアップの日本の全国メイクアップアーティストの地位の向上をしましょうということで始まっていったんで、今ですね、もう20年以上経つんですけども、その中の活動の一つに、技術検定というメイクのですね、メイクアップの検定を長くですね、やっておりまして、で、ずっとこの20年間ずっとメイクの検定をやっていたんですけども、多分メイクの検定で多分ね、聞いてる方は多分イメージできると思うんですけども、その場で一般の方にメイクをして、で審査をして、で筆記もやってみたいな形で、メイクの技術を検定審査をするというような検定が、ずっと、変わらずにですね、こう20年間続いてきまして、で最近、昨年からもそうですけども、コロナの影響で、なかなか、人がこう集まる機会が少なくなっているということもありまして、やはりこうメイクアップって人に触れて、ね、行う、美容師さんもそうですけども、お仕事になるじゃないですか。で、その中で、検定となると、結構ですね、人がこう集まって、で、検定会場でこう審査をするようなことは結構機会としては多かったんですけども、やはりこのコロナの関係で、その検定自体がですね、やっぱり、なくなってしまうっていうことが昨年からこう多々あったんですね。はい。で、その中で、やはり検定って何であるかと言いますと、もちろんですね、技術を、身につけるっていうのももちろんね、検定の証明書がありますので、そういうのももちろんあるんですけども、メイクの技術って、やはりトレンドとかやっぱ移り変わりがすごく早いので、自分がどのくらい上手いのかわからない場合であったりとか、あとはですね、やはりどんだけ技術が持ってるのかっていう実績につながっていくと思うんですよね、検定って。なので、そういう、技術であったりとか、そういう実績、あとは自分がどのぐらいのレベルに行くのか。で、検定を受けることによって、やっぱり事前に勉強したりとか、はい。あとは、知識詰め込んだりとか、ね、そういうプラスの部分って結構あると思うんですけども、そういう機会がちょっとなくなってしまったということで、やはりメイクに向かう、勢いというのかな。そういうものが、だんだんちょっと少なくなっていったなっていう印象、ちょっと私としてはすごくあるんですね。で、その中で、ちょうどその池畑さんからでも、アドバイスをいただきまして、やっぱり、面と向かって審査をするっていうことも、もちろん大事だけども、やっぱり今のニーズに合った検定のやり方であったりとか、やっぱり今でも日本中でメイクもっとしたいっていう方結構いらっしゃるんですよ。で、その中で、いかにですね、その技術を、チェックしたりであったりとか、で、JMAN の検定ですと、アドバイスを直接したりする内容も入ってるんで、やはり、いかにこう、メイクアップ、人の顔に触れるっていう熱を冷まさずに、やはりこう、メイクの技術検定に参加してくるには、やっぱりこちら側もある程度考えていかなければいけないですよね、ということで、池畑さんからですね、非常にありがたいお言葉をいただきまして、で、オンライン化をちょっとしましょうと、検定の。はい。そういうお話がちょっと出ましてですね、ちょうど、前々から出てたんですけども、実際に今日はね、そのJMANの理事会の中で、検定委員会のお話ということでですね、集まってですね、これからの検定のスタイル、これからもっとメイクをですね、仕事にしていく方にとっては、どういうやり方でそういう実績であったりとか、検定を受けてもらった方が、受ける方にとってはどういう形の方がやりやすいかなというお話を今回はしたんですね。で、そういう中で、今このように、SNS であったりとか、インターネットというのがすごく、流通、一般の方もできるようになっているので、こういうオンライン化、そういうものを、取り入れて、で、一般の方が受けやすくて、参加しやすい環境にしましょうということで、今ですね、ちょっとお話が進んでおります。で、今すぐにね、できるっていうわけではないんですけども、これから少しずつ、はい。池畑さんのアドバイスも受けて、いこうと。ちょっと話が長くなりましたけど、すいません。いえいえ、進んでおります。そういうことですよね。はい、いや、ありがとうございます。今ね、出させていただきましたけど、JMAN 検定委員長の福島雄二さんということで、本当に分かりやすい、ね、解説をいただきましたけども、本当にリアルにメイクを見ないと、検定は無理やっていう時代がやっぱりあったと思いますし、まあ、やっぱりこだわりっていうのはすごくあると思うんですね、検定っていうのはね。でもそんな中でやっぱりこの2年近くもずっとオンラインに頼らざるを得ないという状況がやっぱり続いてきているので、まあ、そうなるとできるだけですね早めに、このオンライン化をうまく活用してですねできる方法はないかということを模索して、もうようやくですねこれスタート、今年中に多分オンラインの中で理事、検定をしていく方向になるとは思うんですけども。まず、ご覧の皆さんねこうやって見ていただいてる方はね結構得意やと思うんですよ。これ見ていただいてない方の方が普通多いんですよね。でこの見ていただいてる方は多分そのオンラインの大切さは分かるし、例えばメイクを自分のメイクを鏡で綺麗にすることは今までできたけど、それを今度オンラインに載せた時にどう相手に見せていけれるか。綺麗に美しくそのメイクを見せれるかというこのオンライン上でのメイクっていうのもこれ一つまたメイクの技術と照明の技術とか見せる技術っていうことになってくると思うんですね。まあ、そういうこともねいろいろと話をしていった中で、まあ、オンライン化をこれからどんどん進めていこうという新しいことに進めていこうということになりました。検定のお話ばっかりしてもちょっとしょうがないので、まあ、現場のお話もしていこうと思うんですけども。先ほど、池端さんからお話しいただいた件もそうなんですけども、メイクアップって、直接現場に行って、私はヘアメイクなので、メイクもヘアもするお仕事がメインになるんですけども、やっぱりヘアメイクの仕事って、現場で綺麗にするお仕事もそうですし、今このようにそうですけども、テレビとか映画とかでもそうですけども、カメラを通して表現する仕事も数多くあるんですよね。で、その中でやっぱり見た目の美しさをやっぱり綺麗にする、一般の方を綺麗にするっていうお仕事もそうですし、やっぱり現場によって、例えば舞台でしたら、やっぱり一般の方が近くに見て綺麗っていうよりも、やはりお客様が遠いところにいたりとかで、やっぱり20メートル、30メートル先のお客様でも、その舞台のキャラクターが分かるように顔を作ったりとかもしたりするわけですよ。なので、やっぱりそのモデルさんが一番舞台に立って輝ける場所をの、例えばライティングであったりとか、あとは周りの環境ですよね。そういうものを想定をして、現場だとヘアメイクするんですけども、やっぱり今回のそういうお話も、やはりその場で綺麗に見えるっていうのももちろん技術としては当たり前にあるんですけども、やはり例えばオンラインでしたら、オンラインの状態でいかに綺麗に見せるかであったりとか、こういう環境を整える、そういうこともやっぱり現場ではかなり必要になってきます。で、例えて言いますと、ヘアメイクの仕事で、撮影で現場に行きますよね。そうしたときに、スタジオですと、やっぱりですね、メイクルームってあるんですよ。で、メイクルームに行くと、大きい鏡もありますし、ライトもしっかり、通常よりも明るく見えて、細かいところが見えるようにライトあるんですけども、例えばこれが、一般の例えば会場でも、そんなにメイクルームが充実しているわけでもなかったりとか、ロケの方に行きますと、やっぱ車の中、ロケバスの中でヘアメイクをするっていう場合もあったりするんですね。で、今ですと、ロケバス、結構ですね、メイク代が結構しっかりしてるロケバスもあったりとか、あとそういう、ね、人数が多いと、そういうセッティングができないロケバスもあったりもするんですけども、やはり、ライトがですね、やっぱ暗かったりする環境があるんですね。で、そういう時のためにですね、結構私、この、リングライトですね、そういうのを基本的に持ってるものそうですけども、やはりそのヘアメイクをする環境をある程度、現場を事前に聞いて、で、準備物を持ってったりとか、やはりこのメイクをする環境を整えるということも大事だと思っております。はい。で、そういう上で、今ってやはりこのオンライン化というものが進んでおりますので、いかに、現場に行ってヘアメイクっていうのももちろん大事なんですけども、オンラインならオンラインでどうやって見せていくか。こうやって見せると綺麗に見せますよということもですね、一応今回ですね、これからオンラインの検定をやる際に、そういう事前座みたいなのをちょっと作りますし、で、見てる人はこうやると綺麗に見えるんだ。こうすると、技術の部分もしっかりと学べるんだっていうのをですね、ちょっとお伝えをしながらですね、作っていこうと思っております。まあ、常にね、御年86歳の照子先生が、池橋さん、何でもやっぱりチャレンジしていくことよって、とにかくトライアンドエラーやってみて、ダメでそのいろんなことを改善していくという、これすごく大事で、それもスピーディーに、この時代スピーディーにしないとダメっていうことでね、話をされてましたし、で、まあ、今福島さんが言われたように、見せるメイクの技術、自分が今まで相手に対してメイクをする技術も大事なんですけど、ご自身がこれオンラインに乗っかって SNS をどう活用して、ご自身の、お仕事に生かすとか、例えば集客をするとか、制約率を上げるとか、売り上げ上げるとかっていういろんなことをお仕事されてる方は悩まれると思うんですね。その時にご自身のメイクをどう見せるかっていうのも、これ一つの検定の基準になるということを、これからね、やっていこうじゃないかっていう話になってるわけですね。やはり、朝一、誰よりも早く現場に入ったりもしますので、やはり、現場に入ってすぐメイクができる準備と、あとは帰るときもそうなんですけども、すべての本番が終わって、メイクを落としたりとかするっていうお仕事もあるわけですよ。なので、終わった後の片付けもすごいですね、スピーディーにしないと、やっぱり、例えば決められた会場でしたら、はける時間っていうのかな、出る時間っていうのも決まっておりますので、やっぱり現場早く、一番早く行くということと、準備、あと片付けっていうものも早くしなきゃいけないっていうのが、現場ならではの仕事になりますね。なので、特にアシスタントがいる場合は、私もアシスタントしてたんですけども、やっぱりこの準備と片付けをいかに早くするか。それと、やっぱりモデルさん、メイクの手伝いというモデルさんのフォローですね、そういうものをですね、すごくですね、師匠に学びました。例えば、部屋に入るスリッパを用意するであったりとか、モデルさんね、朝だったら眠い中来てくださったので、飲み物であったりとか、例えば、今でしたら、携帯の電源取るためのコンセントどこにあるのを把握しておく。あとは、お手洗いはどういったらできるのかっていうものを、事前に把握をして、聞かれたらすぐ伝えられるように。はい。そういうものをですね、特にアシスタントの時はすごく意識して、会場の図面であったりとか、そういう、あとは、どういったら会場が近いのか、特にですね、舞台とかになりますと、舞台が2階だとしたら、メイクルームが同じ階ってなかなかないんですよ。例えば5階とか地下何階とかありますので、どういう形で、行ったら現場に行けるのか、みたいなことを下準備しながらですね、お師匠さんにお伝えしたりとか、そういうことも、はい。しておりました。アシスタントの裏話になっちゃいましたけども。はい。で、あとちょっとお話変わりますけども、最近改めてよく分かったなっていうのはもちろんあったんですけども、スキンケアについてですね。はい、スキンケア。やっぱり私はヘアメイクをする立場ですので、モデルさんにヘアメイクをする時のスキンケアってやっぱり結構丁寧に時間をかけてやるんですね。例えば、マッサージもそうですし、ホットタオルを行ったりとか、パッティングをしっかりしたりとか、で、そういう下地を、肌の状態を整えてからメイクアップするんですけども、それなんですけども、自分の顔結構無頓着で、やっぱり顔を洗った後に結構バシャバシャ化粧水つけたりとか、乳液つけたりとかするんですけども、やっぱりこういう仕事のモードと自分のセルフでやるモードって、やっぱり気持ち的にちょっと違うのかなっていうのもあって、で、最近よく気づいたんですけども、やっぱりですね、自分の顔でもそうなんですけども、化粧水つけるじゃないですか。で、何気なく化粧水つけた後に、乳液をよくつけますよね。私結構乾燥肌なので、夏でも、化粧水、乳液つけたりもするんですけども、その時に一回ですね、化粧水つけた後に、やっぱりですね、これ時間があったので、このように結構で定着ですね、密着。時間を置いて、化粧水がやっぱりで肌に馴染むまでちょっと待ってみたんですよ。こうやってまず、はい。しっかり馴染んだ後に、乳液をつけたらですね、やはり乳液のつきっていうんですかね、肌に当たる感じがすごく、スムーズに。いきまして、何気なくバシャバシャつけた時にも比べると、やっぱりある程度、化粧水をしっかりとつけた上で、定着させてから次の工程に行った方が、やっぱ肌なじみもそうですけども、肌の状態がとても良かったですね。はい。なので、やっぱり化粧水たくさんね、つけるっていうこともとても大事なんですけども、つけた後、あんまりバシャバシャしてる状態に上から重ねてしまうと、やっぱりですね、浮いた状態でつけるので、手にね、水分が吸い込んじゃったりとかしちゃうので、やっぱりある程度、一つの工程ですけども、化粧水しっかりと定着をさせて、で、次の工程に行く。で、これって、現場だと当たり前にやってたことなんですけども、やっぱりセルフで自分でやると、やっぱそういう意識がなかったのか、つけるっていうことは仮定していたんですけども、やっぱり自分の顔もそうですけども、やっぱりこう、つけることをちょっとね、定着させて、肌にしっかりと密着させた状態で次の工程に行くっていうことをやっぱり繰り返していくと、下地もそうですし、ファンデーションのつきもやっぱり良くなりますよね。私はね、お化粧とかはしないですけども、一手をちゃんとつなげていく。ミルフィーユと一緒ですね。一つのこう層がしっかりつけて、で、もう一個の乳液つけて、美容液、乳液、下地というふうに、ある程度層になるようにつけていって、いくと、やっぱ月もそうですけども、仕上がりが良くなるんじゃないかなと思いました。ありがとうございました。今日は未来のメイクについてということと、最新の美容情報、それからメイクアップアーティストの舞台裏というね、メイクアーティストで活躍している方々のいろんな舞台裏とか、いろんなその裏話、こういうこともですね、踏まえてこれからね、ライブ配信の中でざっくり楽しみながらですね、配信していけたらと思いますんでね、楽しみにして待っててください。